1948年、菅義偉さん誕生。秋田県の大自然の中で育つ。夏は釣り、冬はスキーと相撲に勤しむ。学業では好成績を残す。1961年、秋の宮中学校入学。中学校時代、野球部に所属。1964年、湯沢高校入学。通学に2時間以上かかり、野球部を諦める。卒業後、家出同然で東京へ、東京入りの段ボール工場で働く。2ヶ月後、大学進学を志し、職場を退職。朝は築地、夜は新宿でアルバイトをする。バイトの合間に受験勉強という生活を2年続ける。2年後、私立大学で最も学費の安かった、法政大学に合格。4年間空手部に所属、三段を取得。新聞や警備会社、カレー屋などで学費を賄う。1973年、電気設備会社に就職。2年後、日本を変えたいと思い立ち、政治家を志す。同年、小此木彦三郎の秘書になる。1987年、横浜市会議員選挙に出馬。同年、選挙前まで走り回り、無名ながら当選。1996年、衆議院議員総選挙に出馬、当選。2006年、総務大臣として、拉致問題に切り込む。2012年、内閣官房長官に就任。2019年、新元号、令和を発表。2020年、内閣総理大臣に就任。2021年、G7 サミットに参加。以上が、菅義偉の人生史です。編集の励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。